ナンバーアンダーラインアイアルバム、ノーアイに隠された思いにアイエルワイズ驚愕、特に平野翔のソロ曲は今までのテイストをぶっ壊す感作。神宮寺勇太の新曲、バイ24-7に隠された感動のストーリーとは、ノーアイは、ナンバーアンダーラインアイがリリースしたフルアルバムであり、ファンの間で大きな注目を集めています。このアルバムには、平野翔、ガン勇太、神宮寺勇太という3人のアーティストがそれぞれの個性を存分に発揮しつつも、グループとしての一体感を保った楽曲が収録されています。それぞれのメンバーが新たな挑戦に踏み出し、これまでのイメージを壊すかのような大胆なアプローチを見せているため、リスナーにとっては驚きと喜びが入り混じった作品となっています。アルバム全体を通して感じられるのは、ジャンルを超えた多様な楽曲の存在感です。リード曲である稲妻は、ハードロックとヒップホップを融合させた攻撃的なサウンドが特徴で、これまでのグループのイメージを覆す強烈なインパクトを放っています。この楽曲では3人の歌唱力とラップのスキルが際立っており、特にライブパフォーマンスにおいてその力強さが発揮されるだろうと期待されています。平野翔のソロ曲、透明になりたいは、そのタイトルが示す通り、非常に繊細でエモーショナルな楽曲です。これまでの平野のイメージとは一線を画し、彼の新たな一面を見せつける作品となっています。バウンディとのコラボレーションによって生まれたこの曲は、静かで切ないメロディーと、平野のハスキーボイスが絶妙にマッチしており、リスナーの心に深く染み渡る仕上げ狩りです。彼の表現力は、の楽曲でさらに進化を遂げており、多くのファンがその変化に驚きと感動を覚えています。これまでの平野とは異なり、新しい彼を発見したかのような感覚を抱く人も少なくありません。また、ガン・ユータのプロデュースによる楽曲、アイスは、3人の歌唱力が前面に押し出された作品であり、非常に完成度の高い楽曲として評価されています。リスナーの中には、この楽曲がアルバムの中で最も好きだという声も多く、騎士のプロデュース能力がいかがに優れているかが改めて証明されました。アイスはそのタイトルが示す通り、クールでエッジの効いたサウンドが特徴で、ダンスナンバーとしても映える楽曲です。特に3人のボーカルがそれぞれの持ち味を生かしつつも、絶妙なハーモニーを奏でている点がリスナーにとって印象的です。ジェリーやナンバーズといった楽曲も、アルバム全体の流れを支える重要なピースとなっています。これらの楽曲はどれも一度聴いただけではその進化がわからないかもしれませんが、何度も聴くうちにその中毒性に気づかされるタイプの楽曲です。特にナンバーズはダンスナンバーとしてパフォーマンスを見たいという声が多く、ライブでの披露が待ち遠しい楽曲の一つです。これらの楽曲は聴けば聴くほど深みが増し、リスナーを引き込んでいく魅力を持っています。神宮寺勇太のソロ曲バイ24-7も多くのファンから支持を集めている楽曲の一つです。神宮寺の柔らかく優しい歌声が曲のメロディーや歌詞と見事に調和しており、その高音域の美しさには多くの人が感動しています。特にこの楽曲の歌詞は別れや喪失といったテーマを扱っており、神宮寺の繊細な表現力が楽曲全体に深い感情をもたらしています。この曲を聴いて涙するファンも多く、彼のボーカルがリスナーの心に直接響いていることがうかがえます。アルバム全体を通じて感じられるのは、3人それぞれが新しい挑戦を恐れず、自分たちの音楽を進化させようとする強い意志です。それぞれのメンバーがプロデュースや作曲、作詞に積極的に関わっており、これまで以上に彼らの個性が反映された作品となっています。特に、平野の透明になりたいは、これまでの彼のイメージを打ち破る新しいスタイルを提示しており、彼のアーティストとしての幅広い才能が垣間見えます。また、ヘブンやなんかヘブンといった楽曲は、これまでのグループの音楽性からは想像できないような新しいテイストを持っています。騎士がプロデュースしたなんかヘブンは、アジア的な雰囲気を醸し出しつつ、夜のムードを感じさせるミステリアスな一曲です。この曲では騎士の音楽的な感性が光っており、リスナーを異世界に誘うような独特の空気感を持っています。これまでの彼のイメージとは異なり、よりアーティスティックな一面が感じられる楽曲です。一方で、平野のストリークライトは、クラブ調のエネルギッシュな楽曲であり、
ドライブやライブでの盛り上がりを予感させる一曲です。この楽曲では平野の明るくパワフルなボーカルが際立っており、これまでの彼のソロ曲とは一線を画す雰囲気を持っています。リズム感やメロディーが洗練されており、自然と体が動き出すようなノリの良さが特徴です。また YKN47 はCK の金がプロデュースした感情豊かな楽曲で、平野の心に響くようなボーカルが際立っています。この曲は彼がかつての所属事務所を離れ新たな道を歩み始めた心境を反映しているようにも感じられ、聴く人に深い感動を与えます。特に平野の歌声が一層感情豊かに表現されており、彼の成長を感じさせる楽曲となっています。そしてジェリーは神宮寺がプロデュースした楽曲で、夏の終わりを感じさせるノスタルジックな一曲です。この曲の歌詞には、打ち上げ花火やバンドがかつての事務所で過ごした最後の数ヶ月といった思い出が込められており、ファンにとっては感慨深い内容となっています。この曲では神宮寺の柔らかなボーカルとともに彼のプロデュース能力が光っています。アルバムの終盤には AI リという3人が共同でプロデュースした楽曲が収録されています。この曲は愛や絆をテーマにしており、彼らが事務所を離れた後の旅路を象徴しているようにも感じられます。歌詞の中にはまるでファンとグループとの結婚を象徴するかのようなメタファーが込められており、そのユーモラスな表現も印象的です。ファンとの絆を大切にする姿勢が楽曲全体に温かみを与えているのです。このようにノーアイは3人のメンバーがそれぞれの個性を存分に発揮しつつ新たな挑戦を果たした作品となっています。ファンの間ではどの曲が一番好きかという議論が絶えませんが、結局のところ全曲がそれぞれの魅力を持っており、アルバム全体を通して楽しむことができるという声が多いです。それぞれの楽曲が異なるジャンルやテーマを持ちながらも、3人の性、長と進化を感じさせる一体感のある作品となっているため、何度聴いても飽きることがありません。また、このアルバムのリリースによって、彼らの音楽が日本だけでなく、海外でも評価され始めていることも注目すべき点です。特にアメリカのヒップホップランキングで、透明になりたいが上位にランクインしたという報道もあり、彼らの音楽が国境を越えて広がっていることが実感されます。総じて、モーアイは、ナンバーアンダーラインアイが新たなフェーズに突入したことを象徴するアルバムであり、彼らの未来がますます楽しみになる作品です。ファンとの絆を大切にしながらも、新しい音楽的な冒険を恐れずに進んでいく彼らの姿勢に、多くの人々が感動し、これからの活動に期待を寄せています。